た。おねしょしちゃった。どうしよう。ノア起きた。もうあんた起きなさいって言ったでしょ。起きてるじゃないあんた。おはようございます。あらやだ。何これ、あんたおねしょしたの。違う、外が、外の窓から雨がここに集中砲出してきた。そんなわけないじゃない、あんたもうこの年になって何してんの。恥ずかしいわ、私。違う、窓からめっちゃここだけ。窓閉まってるやん。違う、開いてる、この窓閉まってるじゃない、これ隙間、これ隙間しっかり閉まってますけど、これ隙間から、雨漏り。隙間からどうなったの、じゃあプシュービチャ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 って。そうここだけにね、こう全体的じゃなくて集中したっていうこと。そう何言ってんの、バカじゃないのあんた。そんなわけないじゃない、もう恥ずかしいわ本当。違う、本当に雨降ってないけど、あの雲が一個だけ来てこっからスーッて雲が一個だけ来て扉の隙間からここだけに、そうじゃあってそうなのこれ。じゃあおねしょじゃないのあんた。おねしょじゃない、雨が悪い、うん、雨、これ雨。じゃあ雨洗濯した方がいいですね、早く。まあ濡れただけだったら変わってんじゃないの。いや雨って汚いから。そうなの。うん、あんたはおねしょしたから本当はすぐに洗いたいとかそういうわけじゃん。違う雨汚い、P20 みたいな、P25 みたいな。あー、そう、よくない物質が含まれてるかもしれないってことね。そう、まあ確かにそうね。じゃあ洗いましょうか。おねしょじゃないよねこれ。雨。あ、雨ね、はい、わかりました。じゃあ、はい。めっちゃ見送ってくる。よく寝た。あれ？おねしょしちゃった。だれくん、もう昼だよ、起きた。やべ。あら、あんた起きてるじゃないの、本当にもう。起きてるよ。やばい。なんでもない。え？嘘でしょ、あんたマジ、あんたマジでおねしょしちゃったの。違うよこれ、俺のじゃない。俺のじゃない、誰のよこれ。ポチの、ポチ。うん、あ、うちの飼ってる犬の。でもずっと下にいるけど犬は。いや昨日夜来たの。来た、うん、私一緒に寝てたけどね。来たの、こっちに来たの。来たの。これポチの。こっちすごい量したわね、ほんとに。すごいわ、これ。大量でね、普通、ポチね、いつも自分の場所で、犬用の場所でするけどね。ポチ抱いて寝てたからさ、逃げられなかったの。トイレ行きたかったのに。それはずっと押さえてたから。抱き枕みたいに寝てたからさ、寝れない。で、ポチはどこ、ポチは。ポチね、さっき起きた時に離しちゃって、下に逃げちゃった。あ、起きた時にはじゃあいなかったの。そう。なんでポチってわかるの。あんたがしたんじゃないの。恥ずかしくてポチのせいにしてるんでしょ。違う、ポチの。ポチの、本当に。本当に。なんかあるポチに、ポチに聞いてみてよ。あ、ポチに聞いてみる。あ、じゃあ、うん、じゃあ聞いてくるよ。いいわね、じゃあ。いいよ。じゃあ聞いてくるわ、私。うん。ポチ喋れないから無理じゃないの。ポチ喋れないじゃないの、わかんないわよ私。ポチ喋れるよ。喋れないわよ、何言ってんのあんた。俺と喋ってるの、喋ってる。じゃあ俺聞いてくる。聞いてくる。行きましょう。行きましょう。ダメじゃないのあなた。全然喋れなかったじゃないの。言ってた。言ってないわ、私わかんないわよ。これやっぱあなたなんでしょう。認めなさいあなた。ポチの、だってもうこんなことする年齢じゃないよ。まあ確かにね、あなた今まで全然おねしょしなかったもんね。うん。じゃあポチか、じゃあポチか。うん。
ぼっちだよ。そうね。そうね。この年になっておねしょするわけないもんね。するわけないじゃん。お母さんね。ごめんね。ごめんね、じゃあ。ごめんね。はい。よく寝た。え、やば、どうしよう、おねしょしちゃった。起きた。切るよ。え、あ、起きてるじゃない。おはよう。おはよう。なんだ、寝てるかと、あれ？あんたまさか。あんたこの年になってやっちゃったの。いや、おねしょ。あの、違うんだよ。違くないでしょ、これ。夜に気持ち悪くてちょっと吐いちゃった。あれ大丈夫？お腹痛いだけなんだけど吐いちゃったんだ。あ、そうなの？大丈夫あなた、うん、具合悪いの？多分ちょっと具合悪いな。あ、おねしょじゃないのね、これ。これ吐いちゃったんだ。でもなんかやけにみずみずしいと言いますか、なんか固形のものがあるもんだと。いや、多分水飲みすぎて吐いたから水っぽいんじゃない？そういうことか。多分水がもう出ちゃったって感じね。多分そうだと思うな。あ、じゃあお薬持ってくるね。ありがとう。大丈夫？今大丈夫？具合悪くない？うん、大丈夫。ちょっとだけだから。お母さん看病してよっか、ここで。薬でも欲しいかも。薬、あ、わかったわ。じゃあ取ってくるね、薬。ありがとう。はい、じゃあ気をつけてね。ありがとう。またやっちゃったよ。笑ったやろ、誰か。ガッツン、起きて、あんた切るよ。もういつまで寝てんの。どうしたの？怖い。どうしたの？怖い夢見た。どうしたの？怖い夢。夢怖かった。夢が怖かった。あんた、漏らしちゃったの、それで。いや、夢が怖かった。あ、泣いて、これ涙、あなた、ずっと泣いてたの、あなた。大丈夫？怖い。何が怖かったの？ いや、もう、トマトのお化けがいっぱい。怖かったね、よしよし。よしよし、怖いね、それ。怖かった、怖かった。もう泣かなくていいのよ、よしよし。大丈夫？どうすんの？どこ行くの？朝よ、またあなた遅くまで寝てん。あれ、あんたまたおもらしして。してない。これおもらしでしょ。夜飲んでた飲み物こぼしちゃったんだよね。ちょっと臭いわよ。そしてあなた2日連続ベッド濡らす。ジュースだから。そうなんだ。でもペットボトルどこ？窓の外にポイってしまった。ちょっと行儀悪いわね。うん、後で布団洗っとくわ。あ、じゃあお願いね。はい、じゃあ、はい、あー、はい、やらかし。はい、やらかした。たっつー、朝よー、起きて。はい。あ、起きてるじゃない、あなた。あ、起きてます。あれ、あったあなた、これまたもうすごい琵琶湖、これ。あなた本当に、いや何してんの、もう。違う。お母さん恥ずかしいわ。何、お母さん本当に今までごめん、ごめん。 何よ。黙っててずっとごめん。どうしたの？俺さ、実は、はい、水の精霊なんだ。水の精霊。俺水の精霊なんだ。だからこんなに周りがモヤモヤしてるわけ。そうなんだよ。向こうの世界ではね、ウンディーネって呼ばれてる。ウンディーネ。ごめんね、今まで黙ってて。タツヤじゃないの？違う、ウンディーネ。あなた水の精霊だったの？もしかして昨日のもじゃん。そう、ごめん、ほんとごめん。
ごめん。そうやったのね。まあ、ね、なんとなく私もわかるよ。私も、ウンディーヌ。あれ、お母さんもウンディーヌなの？ウンディーヌ。そうよ、そうよ、私ウンディーヌ。なんか気持ち分かってくれよね。うちの息子。一緒に湖に戻りましょう。戻りましょう。やばい。うわ、腹が痛い、やばい。やばすぎる。しんどい。これはおもろいってな。